ペテル・ペレグリには、スロバキアの政治家、副首相、首相などを歴任した。2006年に国民議会議員に初当選し、2012年まで在職した。2012年に財務省となり、文部科学省を経て2014年には国民議会議長に就任。2016年まで在任した。議長在任中、投資担当の副首相に指名された。 マテーベル大学経済学部や個室江工科大学で銀行業や投資、金融を専攻し、2002年から2006年までエコノミストや全国民営化理事会委員の顧問などとして活動した。2006年の総選挙で方向、社会民主主義から国会議員に初当選。2010年と2012年にも再選された。2012年から2014年まで財務省や文部。 科学省を務めた後、2014年11月25日にパボルキシカの公認の国会議長に選出された。2015年には欧州連合からスロバキアのデジタル化推進大使に任命された。2016年の第3次ロベルト基ソ内閣では投資担当の副首相にも就任している。2018年3月15日に基ソが ジャーナリストのヤンクツ役殺害事件を受けて首相を辞任するとペレグリニが首相に昇格した。ペレグリニ内閣の閣僚名簿は3月21日に大統領アンドレー・キスカの再挙をその翌週に国会の承認を受けた。2020年2月20日から21日にかけてブルッセルで開催された欧州連合首脳会議に出席、帰国した。 直後の2020年2月22日、呼吸器の急性感染症と高熱のため入院した。新型コロナウイルスの感染が疑われたが、スロバキア政府の報道官は、首相は疲労して肺炎にかかったとコメントしている。2020年2月29日に行われた国民議会選挙では、野党、普通の人々が53議席を獲得し、 躍心を許し敗北したことを受け3月20日に首相を退任、新首相にイゴール・マトビッチが就任した。イタリア系で祖ソ父ソのレオポルド・ペレグリにはレビツェとズボレンを結ぶ鉄道建設の労働者として当時のオーストリア・ハンガリー帝国に渡ってきた。レオポルドはバンスカー・ビストリツァケ県ジアルなど風呂の無近くの村で 地元の娘と恋仲になり、以来同地に定住した。ありがとうございます。